どうも、かじがや拓也です。なんとですね、皆さんのおかげで、チャンネル登録者数が5万人突破しました。ありがとうございます。嬉しい気持ちでいっぱいです。すごいですね。なんかこうついこの間3万人突破ってやった気がするんですけど、本当にありがたいことにこうそこからこうまたぐいっとこう人伸びしまして、5万人に到達しました。こんなに早く5万人に到達すると思わなかったので、ちょっと欲が出てきまして、ちょっと YouTube をちゃんと配信しなきゃいけないなっていう気持ちも出てきました。まあ、欲というか襟を正すじゃないですけど、なので、ちょっと今後は例えばマイクだったりとか、カメラだったりとか、なんかこう、まあ、皆さんが視聴していて、気持ちよくなるもの、このね、気になるのが、まあ、特に一番よくないと思うんですけど、過去の動画で iCloud の動画がすごい反響してて、その反響の音がすごいっていうコメントがすごい来てて、でそれの後に直したんですけど、直したっていうか、まあ、それなりに努力はしたんですけど、その動画を見た人から未だにマイクを変えてくださいっていう連絡が来るんですけど、ぐらいちょっとやっぱりこう環境って大事だなと思います。で、まあ、最近はだいぶ減ってはきたんで、まあ、ちょっとその努力の甲斐があったかなと思うんですけど、それでもやっぱりこうもうちょっとこうね、よくはできるかなと思ってはいるので、その辺も踏まえてちょっと考えたいと思います。で、まあ、配信も今2週間に1回なんですけど、そこら辺もまあなんかご意見とかあればで、あとその今結局 iPhone の配信をまあメインでやってるというか、まあほぼ iPhone の配信になってるので、なんかその他の配信とかもしご意見あればご意見は一応常に受け付けてますから。でまたこの突破の回で説明するというか言い訳することになってしまいましたけれども、質問随時受け付けますとはしてるんですけど、答えてはいないかなと思います。まあ、そういう意味で言うと質問というかご意見の中にマイクとかもあったんで、まあ、それの中ではそのマイクは今ちょっと取り入れようとしてるよっていうことの表れではあるんですけど、まあ、言い訳です、結局。はい、ですが質問ともしあれば言っていただければ参考にさせていただいてます。でそういう意見が多いなってこう、まあ、YouTube の そのコメントもあれば、やっぱり一般的に僕がいろいろ説明していて、そういう同じような質問がやたら多いなっていう時は、まあ、配信にしようかなと思ってますけども、はい、あとですね、こちらも、大好評、発売中の、もっとすごい iPhone ですね、まだ手にしてない方はぜひ書店や Amazon などで手にしていただいて、で本当におかげさまといったらあれなんですけれども、こちら僕の本で第3弾という形で出させていただくことになりました。でこの配信始めた頃は、発売してないというか本をまだ出してなかったんですよ。でこのかじがや電気店を続けるにあたって、本が1冊出て、で、まあ、それがこうある程度皆さんの手元に届いたことによって、第2弾の本が出て、それがある程度またさらに手元に届いたことによって、第3弾が出たと、はい、で、昨年2018年、1年間で、一番、まあ、日本で一番こう販売された iPhone の本が、前回のすごい iPhone だったので、ぜひこのペースを続けていって、皆さんが、例えばこう機種変更するときに、最近の iPhone どうなんだろうっていうときに常にこう、まあ、最新版が手に入るように、まあ、シリーズができればと思っておりますので、こちらもご協力という意味でぜひお願いいたします。ご購入いただければ幸いです。今後もですね、皆さんのためになるような、動画を配信し続けるかじがや電気店、よろしくお願いいたします。ではまた。